皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回は新商品の紹介をします。ですね、ソードのメイスプロブルースポンジの48度が新たに新登場となりました。今まで大好評だったメイスの46度。こちら本当にもう今 WRM の売れ筋の粘着テンションローラー、今もう顔である。もうみんなが評判、回転のかけやすさ。もう誰もが扱いやすい粘着ラバーの良さを体験していただけるっていうのですごく評判をいただいてたのですが、今日はなんとそれの結構私好みの固めバージョンを作ってみました。今までのそのメイスのシートは一緒です。メイスブルーのシートは一緒で、スポンジのこのブルースポンジ、このブルースポンジを48度ちょっと固めのもの、やや固めのものにチョイスして試打をしたら、そしたらまたすごい性能を発揮するということが分かりましたので、今日はもうこの動画をぜひ皆さんに見ていただきたいのかなと思います。もう今までの粘着テンションラバーでもう最高峰のラバーって言っても間違いないラバーです。もう断言できます。もうブレイク、キング、メイスの46、もういろんなラバー出ましたけど、私の中ではこの48、メイスブルーの48が多分最もスピンとスピードの到達値が高い粘着テンションなのかなと思います。もう一言で言うと、メイスブルーの46をさらにドライブの回転量を上げる、そしてドライブのスピードを上げたラバーですね。もう俺もそんなにすごいじゃんっていう感じになっちゃうんですけど、もう本当に結構固めのラバーが好きな方、いや擦って打つような感覚が好きな方、今までの粘着テンションラバーはちょっと柔らかいラバーが多いなと思って、もう少し固めがあったらなと思ってた方はもうドンピシャなラバーとなっています。固めの粘着テンションラバーなのにぶっ飛んで回転が猛烈にかかるといった、もう夢のようなラバーが完成しましたので、ぜひ皆さん今までの全く層、今までの粘着テンションラバーに今までなかった層の新ジャンルの最強ラバーです。今日の動画のラケットは和の極み青、こちらにフォア面、赤面にメイスプロの48度貼ってます。で、比較用にちょっと46度を黒面に貼っている感じです。まあ、基本はこちらのフォア面で48度で試打していますので、ぜひご覧ください。では48度、メイスブルー48の早速特徴の1つ目、ドライブの回転が粘着テンションラバーで一番回転がかかるということが分かりました。見てください、今超絶トップスピンのチップドライブが出せるんです。もうループドライブの回転が完全にメイスの46度を超えましたね。48度、めっちゃドライブがかかるんです。やばいっす。見てください、粒でガネ君が止めてもらってるんですけど、飛ばされてます。ふわーなんていく、今まで柔らかいラバーや中間コードで回転と飛びがある粘着テンションは WRM で流行ってますが、今までこの粘着テンションにはなかった硬くて引っかかりがさらに強くて飛びも強烈といった夢のようなラバー、これがメイスブルーの48となります。今までこのジャンルって全くなかったんですよね。粘着テンションで硬くてここまで弾んでしっかり回転が非常に強くかかる、これはもう今までの中でもうメイスのこの48がもう最高です。なので今まで粘着テンションのメイスがちょっと46が柔らかいなと感じていた方、メイス46がもう少し回転がかかればいいなと、もう少し威力が出ればいいなと思った方は、ぜひこの48度を試してみてください。この超ループドライブ、私の好きなこれチョリッとかけたドライブ、粘着ラバーの使っているとみんな好きですよね。超かかってます。そして特徴の2つ目、2つ目は46度よりも多いサーブエースの多さというところですね。もうメイスの48はサーブがめっちゃ綺麗です。今見てください、めっちゃ綺麗てます。私が考えたらサーブめっちゃ切れるねっていう、メイスの46度はやっぱり適度な硬さなので、まあサーブの回転はかけやすいんですけど、ブチッと切れたサーブを出すことが難しかったんですが、見てください、ドライブサーブ相手のオーバーミスをするぐらいで下切れブチッと切ることができます。これ48度はやっぱ固めのスポンジでしっかり弾力のあるスポンジ使ってるので、見てください、こうバックに深く速い高速ロングの横回転のサーブ、そしてショートの短いサーブまでビタッと止まるサーブから速いサーブまでぶっちぎりのサーブを出すことができるんです。今まで粘着テンションは扱いやすくてよく回転がかかってスピードも出る、でも適度な硬さなのでサーブの回転量を出すのが難しかったっていうのがありました。ですけどこのメイスブルーはこのサーブの48、このメイスブルー48はサーブの切れ味をがっつり出している状態で、なおかつ弾みもかなり太陽プロとか A プラスと比べてはるかに弾みがありますので、高速サーブそしてショートサーブもうガツッと切ることができます。なので粘着テンションラバーでサーブを重視している方はこの48が合いますので、ぜひ皆さん
粘着テンションラバーの威力を出しつつでサーブの威力も出したい方、サーブを重視したい方はぜひ使ってみてください。特徴の3つ目は粘着テンションラバー1の突っつき打ちの威力と安定性の両立ですね。これ突っつきの一発打ちドーンって打つ、これ回転の強さとあと弾み、そしてターン落ちの長さ、個性の上がりやすさなのがないとこの突っつき打ちをドーンってしにくいんですけど、メイス48はもう神です。もう威力が出る、速い、そして回転も凄まじい伸び、すっごい伸びです。なので今まで私の知ってる粘着テンションの中で最もこう回転とスピードの両立が一番高いですね。ブレイクショーを超えてますね。ブレイクショーと速さは一緒なんですけど、ただ回転量の伸び方はもっと伸びてる、でもっと上がりやすいという感じです。見てください、もう余裕の突っつき打ちの持ち上げやすさですね。なので突っつき打ちでもう切れてる突っつき、そして粒打ちなどをもうゴーンって持っていく、もしくはちょりっとかけるのに本当に適しているラバー。なので皆さん今まで突っつき打ちを重視したい方、突っつき打ち威力が今まで上げ、メイスブルーの46は上げやすいんだけど、ただ威力がなかなか一発ドンの速さが出せなかった方、この48を使うと威力もう間違いなくスピードの速さも体感できるものとなっていますので、ぜひ使ってみてください。そして今度は特徴の4つ目は46度よりも突っつきの切れ味安定感がアップというところです。これ今レシーブでやっています。レシーブ見てください、めっちゃ切れてます。46度の時は頭突きがガツッと低く切れるようになります。粘着テンションラバーって今まで台上はやりやすかったんですけど、ただ適度な硬さ、やや柔らかめのラバーが、食い込みの強いラバーが多かったので、頭突きをガツッと切れるラバーっていうのはそんなになかったんですよね。まあテンションよりかは切れるんですけど、ただ強粘着性のラバー、強氷とか A プラスとか太陽に比べたらやっぱ回転量が少なかったので、48は間違いなく46度よりも突っつきの点数が増えます。そしてレシーブは低く変えるようになります。かけやすさ、威力を出しやすさを重視しながら、もっとレシーブの安定感が欲しい、もっとレシーブを切りたいという方はぜひこのメイスブルー48を使ってみてください。そしてここから比較をやってみました。まず黒面46度でやってみます。46度でもう個性は上がりますね。見てください、ドライブの日は個性は上がる、とにかく上がります。でここ48度、赤面です。48度46度見てください、同じぐらい個性は上がってます。個性の違いはぶっちゃけ2枚のラバーあんまり変わらなかったですね。とにかく両者ともめちゃくちゃ上がる、この粘着テンションラバーの中で最も個性が上がるラバーの2枚って間違いないのかなと思います。意外とも上がる上がる、まあ46は食い込ませる感じ、48は若干こするような感じでやると、まあ、よりドライブの性能を発揮しやすいのかなと思います。まあ、とりあえずずっと安定してずっと子が上がり続け、詰まっても子が上がるっていう感じですね。今度はシャー君にサブからオールでサブやってもらいました。ループドライブゴリッとかけてもらって、上から平行スイング、もう回転もう引っかかりが凄まじいので弱めのタッチで前置ドライブができます。ループしてドライブ、前置ドライブ、もうなんか軽い振りでボールが伸びてるのが分かりますよね。私のドライブいつもよりもいや優しめにしてます。で連続ドライブ、連続ドライブ、だからこうメイスブルーのいいところ、48はこう伸びのあるドライブで4こう連続ドライブできるんですね。でレシーブからですね、見てください、頭突き打ち一発でレシーブがピタッと切れて止まるんですね。これが嬉しいです。やはり46度よりもやっぱりレシーブがビタギ切れて止まるっていうところですね。ごめんなさい、めっちゃ止まってます。フォア面で赤面の方で使ってるんですけど、ピタッピタッと止まるんでシャークも取りに行くって感じで言ってました。でさあブチッと切れたドライブですね、重いドライブでこうさ分からなくてとりあえず切ればいいって感じですね。ピタッと止まってくるんですよね。だからレシーブが分からなくてもこうビタ止めのストップが出てくれるっていうのが嬉しいところですね。でこう一発でドーンですね。で今度ガーディックにやってもらいました。おい威力が凄まじいってことで、もうすごい伸び方をしています。サーブ切れてますね、サーブがもうとにかく切れます。粘着テンションラバー1のドライブの回転量ということで、見てください、これちょびっとかけたドライブやばいです、もうチップドライブの炸裂ですね。ループドライブはもうとにかく回転が強くかかるっていう感じですね。でサーブめっちゃ切れてますっていう感じですね。もうオールしたらもう感動しましたね。もうサーブが切れるわ、レシーブが切れるわ、ループがかかるわっていう感じで、もうこんなに回転が強いラバーなんだなっていう感じですね。でこうでパワーが凄まじい感じになっている、まあ、私みたいにやや固めのラバーが好きな方にはもってこいですね。
もう一発ライブすぐ吹き飛ばす威力ですね。もう固めの粘着テンションラバーでもう夢のラバーが登場したという感じですね。ここまで弾んでしっかり回転を変えるというのはもうメイスの音じゃなくて、もう今最高ですね。初めてですね。だからラリー中もこうやって伸びる。なのでラリー中も強い圧倒的な強烈な伸びで相手を圧倒できる威力ですね。でレシーブからですね、もうすごい威力ですね。もうラリーが続かないんですよね。もうラリーにさせない、粘着テンションラバーのそのラリーして粘って勝つというスタイルだったんですけど、もう48は威力がありすぎるのでラリー続かないんですよね。回転とスピードが凄まじすぎて、超ループで点数取るか一発ドライブゴンゴンゴンって連打でこう抜くかっていう感じですね。もう相手をブロックするしかないという感じです。ぜひ皆さん、今までにない粘着テンションラバーの固めのラバーの層でスピードとスピンのトータル値が最も高いラバーとして自信を持ってお勧めできるラバーとなっています。今までの粘着テンションラバーではなかった硬くて引っかかりがさらに強くて飛びも強烈といった夢のような粘着テンションラバーが完成です。新ジャンルとしてぜひ皆さんフォア面に回転と威力の桁違いの威力を体感してみてください。ありがとうございました。